準備はいいか。もう始めるぞ。これ以上待てねえよ。俺たちにはやることがあんだ。こんにちは、ブルーホスです。本日からねやっていきましょうか。バイオハザード7 not a hero ということでね、バイオセブンやった後に、あ、そういえばこれプレイしてなかったなと思って、プレイしてなかったっていうか、プレイした実況動画を上げたことがなかったなということで、早速やっていこうかなと思います。まあ、ぜひね、動画開いていただいたんで、これもご縁ですから、チャンネル登録ボタンとグッドボタンを押してから最後までご視聴いただけたら幸いでございます。ということで、一応、一周だけこれクリアしたことがあるんですけど、もう本当に一周だけなんで、それも、発売した直後くらいにやっちゃったばっかりだったから、これなんか一回延期したんだよね。もともとバイオセブンが発売してすぐにやるみたいなダウンロードコンテンツだったんだけど、一回延期しちゃったっていうのもあって、で、まあ、これを開発してる会社さんで、カプコンと協力してる会社さんなんかもあったりしたんですけど、まあ、実はね、僕一回お客さんとして提案をしに行ったことがあって、まあ、何で提案したのかっていうのはね、まあ、いろいろと機密情報というか、ね、秘密にしたっけないといけないあれがあるから、どこかとか言えないんだけど、まあ、そんなこんなんでね、この話を出した時にはプレイしてくれて本当にありがとうございますみたいな感じですごく仲が良かったんですけどね、残念ながら契約に至らなかったって、くそーなんでやねんっていうね。了解。ということで、まあ、一周しかしたことがないので、まあ、どのくらいの長さだったかとか、どんな敵が出てきたかとか、どんなストーリーだったかとかっても全然覚えてないんで、本当ちょっとグダグダになるかもしれないし、まあ、前回までね、2ヶ月っていうか、まあ、バイオ RE3 とか RE2 とかも含めると、もう数ヶ月間ずーっと TPS やってて操作も違うから、今久々にやってね、あれこんな操作だったっけっていう感じなんですよね。だから FPS 苦手なんですよね、シンプルに。うん。視界狭いしね、あ、ちょっと待って、急に、おら、オッケー。モールデッドも強いんだよね、シンプル。あれ消えました敵は殴り飛ばすことができる。あれ体術使えるってこと？あ、来た来た。ってことは、こうドンして、近づいて、あ、なるほどね。パッ、おー必殺ゴリラ、あ、おー、ちょ。技名を最後まで言わせてくださいよ。必殺ゴリラパンチ。うらこいつひるんでる？ひるんでなさそうで、あ、いけた。全然ひるまないけどな。あ、でも強化バージョンだから仕方ない。さっきから気になるんだよな、右手がさ、青くチラチラ光るのはなんかの仕様なのかな、よくわかんないけどさ。すげえ気になる。よし、降りていこう。その先がラボです。こんなところで何の研究をしてるんだ。男女が育むのはラボです。まだ詳細は不明ですが、どうやら E 型の区域の場合を実験してみているようです。全員が巻き込まれてないといいが。これどっちかっていうと、そのエブリンに見せられてる幻覚みたいな、そんな感じするけどね。まあもうエブリンは、あ、ちょっと待って。だから作戦、ブリーフ資料。読む。おう。あれ俺こんなの読んだっけ？なんか読んだ記憶が全くない。まあ一周しかしてないもんね。ルーカス・ベイカーはベイカー邸付近の裏口座に潜伏中との情報があり、作戦領域を裏山に行って、わあ、長いめんどくさい。まあちょっとだけ時間取るんで、皆さん読んどいてください。僕も目視しときます。朗読はしない。目読しときます。エブリンがベイカー邸に潜伏中。あ、実はルーカス、味方だった説？でもルーカスその処分しなきゃいけない。あーはー、アンブレラー。そうなんだよね。すごいよね。忌まわしき過去をさ、こう、会社名にもう一回上げることでさ、ちょこう自分たちのこうね、なんか、しかも一番恐ろしいのはさ、準ずる覚悟って書いてあるんだよね。で、死んでも責任取らねえよっていう。いやー、仕方ないよね。それだけのことやっちゃったんだもんね。それがまあ今の世界を作ったと言っても過言じゃないもんな。へい。じゃあ、まあ、そろそろ閉じて、次進んでいきやしょうか。へい。なるほどね。武器はこの辺りか。だってこれから向かっていくっていうのがあるのにさ、そういう弾の数とかももうちょっとこう、ジャブジャブにしてくれたらいいのにね。まあそれはあれだね。ゲームという観点からそうはさせんぜやっていうことなんだろうけどね。よし。グレネードな。こいつをどこで使うかだよな。果たして敵を使うために出した方がいいのか、それとも
囲まれた狭い場所から逃げる時のために使った方がいいのかって、ここはまあちょっと難しいところっすよね。お邪魔します。なんかルーカス、あ、出たー。そういえばこう、そんなスタートだったな。今助けてやるぞ、今助けてやるぞ。ダメだ、手遅れだ。そうだ、それをいっちゃいけねえぜ。なんだ、あ、さっきさ、オープニングでこいつがなんか誰かとペラ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 喋ってる姿見たけどさ、俺たちのタチって誰だったのかな。ここがちょっとあんまよく分かってないですからね。上行っちゃったんだよな、マジでな。歯並びだけはすごく足りない。歯並び以外はすごく足りない。頭もハゲ散らかしてるしさ。いいか、よく聞けくるぜ。こっからさっさと引き上げれば、てめえの首が飛ぶこともねえ。あれ、あー、血か、びっくりした。なんか急に、なんか斑点がブツブツ生えてきたのかと思った。そういうわけじゃない、これね。よしよし、オッケー。じゃあさよなら三角、また来て四角。なんかわしゃわしゃ生えてきた。なんだ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 。あ、そっかそっか、ここ長く行っちゃいけねえって言った。 E 型菌のようです。 E 型菌、マスクが自動で機密モードになりますので、 E 型菌これプシュってやって、あいつヘルメットもしないで言ってたから、やっぱ E 型菌に俺は侵されてもそれは仕方ないよって思ってるってことなんですかね。あ、これ拾えたってことは、なんかもう他にもあったのかな。あー、残念だが仕方ないよね。一度戻って腕の爆弾を解除しては、いやいや、そんな時間はないぞ。戻れば奴の思うつもだ。あ、ここもか、ここもか。なんか落ちてないアイテムないか、ないか。進んでいくしかない。進め、走れ。あ、敵、あ、ちょ、奥のエレベーター。ちょ、待って、敵と、もう、あの、弾があんまり使いたくないので、来る、ほら、いい、降ります。あれ、胞子は下の方には落ちてきてないの。新型特異菌ってどうなの。胞子なんでしょ、カビなんでしょ、つまりは。どうなんだろうな。昔なんかエジプトの呪いみたいなのがあってさ、実は正体はそのラドンっていう、なんかこう脳なのか呼吸器官かなのか、そんなを破壊するのをその地下にいっぱいあって、エジプトのその墓とかを掘るとその地下で吸い込んじゃって、で時間差で死ぬみたいな、なんかそんなとか、20世紀 X かなんかそんな番組で日曜日見た気が、記憶が、ハンドが。ここでアイテム調達していって、どうしよっかな、どこまでやってっかな、全然覚えてねえわ。どっから入っていったらいいのかと。これとりあえずなんかここら辺のシャッターがなんか2つだか3つだかあって、それを一個一個クリアしていかなきゃいけないっていうことだけは覚えてるんだけど、アンティコイン、お、コインここからなのかな。ちょっと待って、ちょっともうちょっと、あー、そういえばあったね、なんか特典アイテムとかない、なさげだね。とりあえずこれはいらないから預けとこう。アンティコインどこかで使えるのかな。無理。登っていって、ここに敵が出てくることはまずないよね。アンチだもんね、一応ね。ああ、そういうことか。ステロイドとスタビライザーね。ああ、どっちがいいかな。どっちがいいのかわかんないな。こっちはオープンセサミ。ここはなんだ、あー、ダメだね。暗視デバイスが必要。めっちゃ暗くなった。あ、ちょ、今敵ってところだったら、終わる。開けて。怖い。ダメ。怖くて狭いとこ。ん？怖くて狭いとこ？違う。暗くて狭いとこ苦手。で、ここ進んでいくんだけど、ここはまだ開いてないんだよな。なんか目玉めっちゃあるけどな。なんか全部なんか、あれみたいな。なんか、あの、断層の右腕みたいな感じ。全部の目が開いてさ。イザナギ発動っつって。いいよね。都合の悪かった出来事をこう書き換えることができるっていうね。まあ、イザナミの方が怖かったりすると思うけどね。どうなんだろうな。で、ここにやられてるやつを助けるみたいな、そういうエピソードなんだけど、その鍵をどっかで手に入れてこなきゃいけないんだよね。鍵を探してそこから出してやるから。あ、そっか、上あれだ。めっちゃ敵出てくるんだったっけ、確か。ねえ。いやー、大変だ。あ、できっかな、久々にな。まあ、とりあえず、あの、ゴリラパンチができるから、まあ、それで、なんとかしていこう。
反対だった。懐かしくてね、全然覚えてないっていうね。ここそう、ここ大量発生するんだよね、敵がね。マジで大量発生するから。どうしよう、とりあえず、おお、生えてきた、生えてきたー。ちょっと待ってー。おお、一気に生えすぎじゃね。逃げる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 。逃げる逃げる。ふっと降りて。一発撃って、もう一発撃って。オッケー。近い。近い。ひるんでない。あ、ひるんでた。オッケー。パンチ、いいね。あ、まだ、うわ、めっちゃ来とるわ。めっちゃ来てる。からのパンチ。いいね。一撃でいけるね。ふい。よしよしよし。あ、違う、興奮しただけだった。興奮しただけだった。もう一発。オッケー。来てる？来てる？おお、近い。痛い。よし、行け、おりゃ、やばい。なんとか今のところノーダメ。ここでも全員倒す必要ある。うわ、ちょっと待って、こんな入ってたっけ。あ、ちょ、ブレ、ゼロ距離のショットが効くだろう。おい、痛い、おりゃ。あ、全然ダメージ食らってない。よし。こいつを、ほい、ショットガン、オッケー。で、あ、ちょっと待って、来てる。あー、武器、うん、スペース押せなかった。ダメ、そんな、いじめちゃダメ。当たってるのこれ、ナイフ。当たってる、ナイフ。クロテールっぽいね、死んだな。オッケー、痛い、なんだ。またもう一体いる？おう、いる、いた。よし。あ、ちょ、リッちゃん。アンティコインかよ。とりあえず一掃できたかな。でもまだちょっとなんか出てきそうな予感もするからな。弾拾った。OK。で、あ、なんかあった。OK。んで、どこに何があるんじゃ？ハンドガンの弾。これを取ろうとすると、確か上参り回したよな。これを下ろすためのアイテムをどっかで手に入れなきゃいけないんだけど、あー、これ拾ったかどうかもわかんねえんだな。あ、やべ。ちょっと待ってね。あー、すいません。多分ここのどっかにアイテムが落ちると思うんですけど、一旦ちょっと戻ってセーブさせてください。すいません、ちょっと収録ができない状況になっちゃいました。すいません。この辺りのどっかに落ちてたと思って、ああ、はい。わかんなくなっちゃった。一旦戻ります。うん。一旦戻って、次回パートで、ちょっとクリスの味方が犠牲になる瞬間を目の当たりにしていただく残酷なシーンを お見せすることになるかと思うんですけれども、すいません。それは次回のお楽しみということで、ぜひご覧ください。おります。いやー、でも久々にやってみたけど、むずいな。大丈夫かこれ。なんかクリアするまでにどんな残酷な実況になってしまうのかがちょっとわからない感じがするんだけど、まあ、なんだかんだクリアできんじゃねっていう、こう甘い妄想をしているわけなんだけどね。いやー、しまった。なんかちょっと中途半端なところで申し訳ないですね。すいませんね。まあ、また明日以降で、まあ、一気にやっちゃったら面白くないからさ、まあ、次回以降ね、ぜひ楽しんでいただけたらというふうに思います。じゃあ、これ預けとこうかね。はい。ということでね、本日も動画最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。新ノットアヒーロー、ぜひね、最後まで動画ご視聴ください。お楽しみください。ということで、チャンネル登録ボタン、グッドボタンもお待ちしております。また次回パートでお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。